世界卓球2024団体戦、2月16日から25日、韓国、釜山、24日、女子決勝で日本、世界ランク2位、が中国、同1位、2マッチカウント2 3で敗れ、5大会連続の銀メダルが確定した。準決勝まで1人も負けずに勝ち上がり、5大会連続で決勝進出を果たした日本。その相手は5連覇中の中国だ。 男女を通じて、日本が最後に世界卓球団体戦で優勝したのが、1971年名古屋大会。それ以来53年ぶりの異業を、当時と同じように中国を破って成し遂げられるか。日本は準決勝と同様に、15歳の張本美は、木下グループ、同16位、を大一番の第一試合に抜擢。 世界ランク1位3位を並べた中国と頂上決戦に挑む。第一試合はその張本美和と、世界卓球2023女王で世界ランク1位の孫栄さ、23、が対戦。世界女王相手に歯が立たずゲームカウント0対3で敗れた。第2試合は2024年全日本女王の早田ひな、23イコール日本生命、同5位、と、東京五輪二冠のチーム 30イコール同3位との一戦。第一ゲームを奪われるも3ゲームを連取日本人に4年無敗の女王に8戦目での初勝利を飾った。マッチカウント1対1で迎える第3試合は、世界卓球2017銅メダルの平野美宇23イコール木下グループ、同18位と、王芸道ミチ27イコール同2位が対戦。 世界2位相手にストレート勝利で日本が2勝目を挙げ、中国撃破に王手をかけた。第4試合は早田ひなと孫エ佐サ、共に2000年生まれの黄金世代2人のエース対決。世界女王が早田を圧倒、ゲームカウント0対3で敗れた。日本は2勝2敗となり、53年越しの夢を最後の試合に託すこととなった。 最終第5試合に登場するのは張本美和。世界卓球初出場の15歳にして、日本の半世紀ぶりの夢をかけて戦う。相手は東京五輪女王のチームで、これが初対戦だ。第1ゲームを戦取するも、3ゲーム連続で取られ、ゲームカウント1対3で敗れた。早田と平野による歴史的2勝で、卓球日本の夢を乗せた53年ぶりの金メダルに迫った日本。 5大会連続となる銀メダルが確定し、そのリベンジの機会は5ヶ月後のパリの舞台となる。